YouTube! ドレミジャズチャンネルハンサムハンジですドレミジャズというのはハンサムハンジが書いたゴリラから見た音楽理論つまりわしから見た音楽理論をね、えー、わしなりにぶった切ったしかもドレミを使ってドレミだけを使ってぶった切った音楽理論書です、ね、音楽理論書って言ってもあの楽譜わし読めないんで楽譜も一切使ってないし、ね、タブーも使ってない タブーも使わない、楽譜も使わない、でも音楽はできる、音楽は分かるの。それを、ねあのー、書いた本なんで、えー、Kindle から出てますんで、よかったら買っちゃってください。1二百五十50円なんでね、えー、ちょっとおしゃれなラーメンのチャーシュー麺、味玉トッピングぐらいじゃん。ね、なんでまあよかったら、えー、買ってくださいよ。ろしくで、今日はじゃあ、えー、レッスンのレッスン 7! ね、いきますよ。9ページのレッスン7、開いてください。シャープ7。 ハイパードレミシステム、ね、これね俺が一番好きなあの何システムでね,ね前作ではあのドマーシステムって呼んでたでもねちょっとわかりにくいって言われたんで、まあ、ハイパードレミつまりドレミを超えた、ね、超越したドレミだよって、ね、すんげえドレミってことだからこれをちょっと今日はやりますゴリランというのは全てドレミで考えるアルファベットは単なるスタート前回でやった動画でやった アルファベットトはただのスタート地点、ね、人と合わせるときに使うスタート地点だと、ね、だから A と言われたら A をスタートとしたドレミアソラシを考えるってねだからこのドレミアドレミハイパードレミシステムがすごい大事でねこれやりますよじゃあ、ね、昔さ突然だけどさ「ドレミドミドミ」ドミってや,やったらあのなんかこうやってあと「 のドレミファミレドミファソラソファミドドドドドドレミレミみたいなあれやったじゃんあれやるとさ何がいいかちょっとドドレミの感覚が分かるんだよねでそれをもっとね進化させたのがハイパードレミシステムなんです要はねドレミで歌おうってことね基本的に俺歌手なんで 歌手として音楽理論を利用して音楽を生み出していきたいから,、ね、だから歌手としての感覚なんで、あのー、声に出して歌うと覚え,覚えられるよってだってあのー、ねみんなさ「っ」て聞いたら「ドレミア・ソラシド」って、あのー、答えられるじゃん。ってことはこのね「ドレミア・ソラシド」の書く音にはものすごい性格が決まってるんだよね。ね しかもこれってさどの位置からでも、ね、カラオケで言うとキーを変えてもさ同じねキーを変えてもさ悲しい歌は悲しい歌じゃんね嬉しい楽しい歌は楽しい歌じゃんキーを変えてもねと同じようにキーを変えてもどっからでもドレミファソラシドのメロディーみんな聞けるあの答えられるってことはそんだけ性格が書く音にあるってことなのねだからそのしかもその音ってさ12個しかないんだよ全部でね 全世界で音楽理論上は12個しか音がないってことは12人の登場人物しか出てこないんで音楽にはねっその12人の性格ぐらいみんなイメージつけれるかでしかもその中で1個の話には1個の話イコール曲には7人しか出てこないから大体ねなんで7人の登場人物ぐらい覚えようって話ですなんでこれをあの ド・ドレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・人をまずさ覚えるじゃんでもさたまにさ「ミのフラット」とかさ「ラのフラットとか出てくる曲あるじゃんそういうのを例えば歌う時に例えばね「あのカレハという曲があります有名な「ド・レ・ミ・フラット」「ラ・フラットシフ」ん「シ・フん?」「シもう分かんなくなってるね「ド・ド・レ・ミ・フラット」 ララフラトーっていう風なもう歌えないじゃん。でこれを歌えるようにするには歌いやすい名前を付けちゃえばいいかなって俺は思ったの勝手にね。これもう勝手にやってるからあの音楽先生にあの怒られるかもしんないよ。学校ではならないからね。これはこのねドレミア・ソラシのほかに「ロ」と「マ」と「リ」と「エ」と「セ」というのをねこれはね俺が勝手にかん勝手につけた。俺が勝手に名前つけたんでほかの本には載ってないからね。 ど、ね、とレの間にはロ「ろ」レ「れ」と「み」の間は「ま」みたいなさ「ら、ね」ラと「し」の間は「せ」みたいなこれもうただ俺だけもう独断で君だから、ね、あの文科省とか一切通してないから、ね、その辺のちょっとあの苦情とかは全部俺の方によろしく、ね、でこれも意味があってねこのさっき言ったようにあのあの登場人物7人あの12人しかいなくて1個,の1個の曲ね。 あの使われるとか、一個の,あの物語で出てくるの7人ぐらいしかいないって言っちゃう。その7人の性格があるんだよね。こいつが出てきたら物語急に暗くなるよねってやつおるじゃん。ドラマでも。ね。こいつ出てきたら食いしん坊でハッピーだよね、こいつみたいなさ。でも、こいつ出てくると、いつも泣いてるよね。いつもなんか、こう、うじうじしてるよねとかさ。こいつほんとアホだよなとかさ。こいつ本当にただもう信頼できる先生だよねとかさ。 それが、ね、音には必ずあるんですよ。でわしの中であるの。だからそれをあのみんな自分なりに、あのー何「こいつはお前はこういうやつだ」ってことを、あのー、イメージしてもいいしわしの勝手なイメージを、あのー、共有してもいいしっていうことで。で,でもあこ,うこの、あのー、ドレミジャズでではここののの音の名前を使いますなんでこの、ね、ドレミア・ソワシーはもう,も,うも,うもうみんな世界中で同じだからドレミア・ソワシーはもうそのまま使って。 それ以外のフラットとかシャープに名前つけましたと。特に大事なのは間、ま。まというのは何かちょっとね、みのフラットなんだけど、まがいると物語がね、暗くなるんだよ。ね、そういうやつおるっしょ、ドラマでも。こいつ出てくると急にシーンが暗くなるやつ。だから、マイナーのまなんです。ね、みのフラット、みの,のフラットがまなんで、まがいると、マイナーになる。で、もう一度重要なやつ。せ。せ、ね、というのは、 死の,のフラット。死が半分下が、あの、半音下がってですね。死のフラット。背がいると、なんかすげえブルージーなんだよね。なんかブルース感じるこいつみたいな。そういうさ、登場人物のイメージがあります。あ、よく、セブンスコードって言うじゃん。G7 とか。あいつ、あれそうだよ。セブンスコードって、この背がいるんだよ。あのコードの中にね。コードの中に背がいるの。だからセブンスコード。だからこれを背という名前につけました。他はまあね、 まあエオリアンのエとかね、リディアンのリとかね、ロクリアンのロというのは、ちょっとややこしいジャズの,あの言葉なんで、これはもうあの覚えなくていいです。ね、マイナーを決めるマと、こいつがおったら暗くなるんでマがいると、あと、セブンスを決めるセこいつがおるとブルースになるっていう、もうざっくりとしたやつ。で、ここにその次にこの,この枠ね、これはあのスクショ取ってスクショ取って、ね、スクショ取ってください。あの本買ってくれてもいいけどねスク、スクショでスクショで、あ、ごめん、聞いちゃった。 これ,これが要はねこれ楽具になるんだよこうウクレレ上でこういう設定になってるからねこの赤いとこはねルートねルートこれがどドからスタートした全部この配置で決まってるんですよウクレレってだからこれが頭入ってればドーレミドミドミってメモすれば弾けるじゃんねえっていうことなんですね,ねでこれでしかも何がいいかちょってっことだね 楽がなんでダメかタブーがなんでダメかってゅうとタブーなんでさだってさ何三弦の2二フレットとかやってもさそれに何の意味もないじゃん音にね三3のこのタブーがあるら2とか3とか書いてあるじゃんあの数字にも何の意味もないじゃんだから応用は聞かないんだよしかもキーが変わると全部変わっちゃうんだよ、ね、カラオケでプラス2とかさマイナス2やるじゃんみんなあれをやるだけで変わっちゃうの 書き方とか楽譜もねだから俺は使いたくないの、ね、このハイパードレミシステムを使うとキーが変わろうが何を何をしようが全部これなんですよ、ね、このどの位置をスタート位置を変えるだけで、ね、ドレミアソラシドが全部同じ指で弾けるってやったじゃんあれと同じなんでねどこからでも同じ指でドレミファソラシドが弾けるってことは一個覚えちゃえば全てここをてここをどと考えれば レはここだなって、ミはここだな、ファがここだな、ソがここだなって、全部覚えるんだよ。あの覚えると分かっちゃうの。ね。しかも半音の音も歌えるようになったら、音をね覚えれるの。ね。歌が上手くなるよ。歌手の人。ね。例えばドレミはみんな歌えるじゃん。でもドマンドマンってさ、ドマン。 ファリソセドーンっていうさこれブルースブルーノートスケールって言うんだけど、まあ、ブルースよく使われるこのブルースで使う音遣いを例えば「ドンマファリソセドーンドセソリファマド」っていうふうにあの覚えるドンマーってドンマーって歌えるわけですよ。そうするとマイナーの音っていうのはドンマーって体に入るのドンマーってね これが大事なの歌詞として。だからこれこれ、この理論を推奨してんの。ただ、誰もついてこない。誰もついてこない。いまだにね。なんで、これはね、しかも、これは例えば、あのファからの、の F からの、あのドマーだし、ね、次、G から、ドンマー、ファリソセドドセっていう風に、歌いちゃうってすげえ大事なんだよね。しかも、キーが変わっても、バッチクイだから。なんで、これはね、誰もついてこない。 いいの俺はこれは趣味だからね誰もついてこないそれぐらい、まあ、独走してもいいのかなと思っていますんで誰かもしもあの俺のフォロワー,ーがいたら一緒にこの理論をねあの広めてください、ね、よろしくね。ということでこのドハイパードレミシステムが使えるとマイルス・デイブスの枯れ葉、ね、サムシング・エルスというあのキャノンボール・アダレイというサックス奏者の リーダー作と言われてるけど、本当はマイラスリビスのリーダー作なんでね。ねこの一曲目のカレハというメロディーをハイパードレミシステムで覚えちゃうんですよ。それをやります。ね、これはあの一応ね、キーは G または B フラットなんだけど、G マイナーやか B フラットなんだけど、ということは G スタートここでここスタートで考えればいいです。もうスタート位置でやればいいです。ね、なんでやりますよ。ドレマエ セドレソソソエセドロレファソファレファマドラドレマエセドレドセソソソファマレドレマファリソファレファマドラっていう風にね、ジャジーのさメロディーね、これあのね、フラットがいっぱい出てきて今ね。 あのドレミ以外のさ、あのマとかせとかさ、りとかさ、ね、いろんな、ね、絵とか出てきたじゃん、ね。これを全部覚えれるんですよ。最後のさ、あのレファマドラーとかね。ラなんてさ、ラってさ、本来出てこないんだよ。ね、本来でも、ここでマイル・ゼーブスがラを使ってた。だから、ラーっていうさ、ちょっと、ね、意味深な歌い方する。そうすると、あこの曲でラを使うと意味深なんだってイメージがね。 自分の中に入るんだよね。俺はね,ね。だからこのね、ハイパードレミシステムが優れてるというね。誰もついてこないけど。だからね、もういいのこれはもうね、もう趣味だから。変なテンションだ今日な,な。でも本当にこれをね、ぜひね、あのー、誰かついてきてください。ね世界を変えましょう、世界を。ねもう楽とか、タブ、もう特にタブーは全然ダメ。 あんなね、ダメです。あんなものはただ丸暗記をするための,、ね、あの伝,達伝達手段だけなんで応用効かないから俺は使わない一切全部タブーは全部自分であのハイパードレミにかけ直すからねなんかカバーする時はしかもどこをスタートとするかね、大事ね G のキーだったら G 音としてドレミアソワシで書く「ドで書く「ドレ ミのフラッ「え」っていうのはラのフラットのことね。っていうふうにやっていくともうこれ例えば今は G のマイナーで弾いたけど「どれまえ」例えば A のカラオケでプラス2にしてもできるんだよ。「どれまえ」ってねこれを打ったら G の F, F からね「どれまえ」っていうふうにどれもべてどんなキーでも同じ書き方で。 最初のスタート地点だけ G スタート A スタート F スタートだけ変えればあとは全部全部このドレミ表記で書けるから、ね、これねぜひちょっとあスクショしてくださいよろしくはいちゅうことでねこの誰もついてこないハイパードレミシステムねもうね熱くなりすぎた長くなっちゃったけども、ね、これでね一応ね 1> あのー、第1章おしまいですよ次から第2章ねコード理論に入りますから、ね、こっからまた独自の路線に行くんであのついてきた人だけついてきてもうあくまでも音楽理論は趣味なんでもう誰もついてこないけど俺はやるからちことで k i Kindle えー kind えー、売ってますんでドレミジャズでアマゾン調べると出てきますんでよかったら買ってくださいよろしくー ということで以上ハンサマンでした。チャンネル登録バチコイバイバイ。